国道128号起点千葉県立山市、北条交差点国道128号は、千葉県立山市から茂原市を経由して、千葉市中央区に至る一般国道である。国道128号、長生郡長生村、カナダ千葉県の房総半島にあり、県西南端に位置する立山市の北条交差点から、太平洋に面した外房地域の市町村を結んで、 海岸戦争に北上し、茂原市や東金市を経由して、県庁所在地である、千葉市中央区の広小路交差点に至る、延長約1 2 9キロメートルの一般国道の路線である。稲防州通往間を踏襲、または総用にして、明治時代以降に建設された。主な通過地は、南房総市和田町、鴨川市、勝浦市、泉郡御宿町、泉市、 朝鮮軍一宮町、茂原市、大網白里市、東金市である。実演長区間となる、単独の路線区間は、起点、立山市から、東金市の大方十字路までであり、東金市の大方十字路から、千葉市の終点までの区間は、国道126号と徴用する。経路は、JR 東日本外房線とほぼ並行するルートを取り、 房総半島の太平洋岸を走る区間は、千葉県道路愛称名で、外房黒潮ラインとも呼ばれる。房総半島の都市は、県と千葉市とは、丘陵地によって阻まれた地域で、国道128号は、千葉市から県内の泉市以南の市町村同士を結ぶ、唯一の幹線道路でもある。茂原市と東金市の一部は片側に車線道路になっており、茂原市内は、 交通量が非常に多くなる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。本納めバイパス、千葉県茂原市本、納め外房黒潮ラインの標識勝浦市、大沢付近道の駅橋梁、トンネル、千葉県南房総市は田町白渚。ありがとうございます。